沼津は昔から音で庶民を癒す街でした。人々の人生という旅の疲れを癒す場所でした。命がけで旅をしながら村から村へ音の楽しみを届ける人々を癒す御瀬さんたちが昔からこの町にいました。歌川広重の沼津宿の浮世絵に描かれているのは御瀬の道、峠を越えずに生き絶えた御瀬さんを弔う平峠の御瀬観音、御瀬さんを支える新楽寺や鉄砲町の御瀬屋敷、音を届ける宿命を使命に変える御瀬姿が沼津にありました。描かれている御瀬三人、音を届けて帰る街、旅の疲れを癒す場所、美浜の見晴らし、平峠村を見守る御瀬観音、先が見えない悲しみを心を見渡す力に変えて、御瀬ライサンシャイン、魂を届け御瀬ライロードウェイ、慣れの果てまで仲間が眠る新楽寺、石の形が御瀬の墓、一つ一つの足跡が忘れられぬ旅の夢、御瀬歌響く鉄砲町、夢をつなげる三味の糸、先が見えない悲しみを光に変えて分かち合う、御瀬ライサンシャイン、魂を届け御瀬ライロードウェイ、光の先まで、生まれた意味が見えなくて、歌に出会い生きる喜びを知る、命尽きるまでまた歌を届けに旅に出る、御瀬ライサンシャイン、魂を届け御瀬ライ
lodo e nare no hate made gozerai sansai tamashi yo todoke gozerai lodo e hikari no saki made hikari no saki made